奈良地方法務局の局長に新しく就任した齋田秀治さんが奈良テレビ放送を訪れ抱負を語りました。齋田さんは1985年に法務省に入り、今年4月1日付で奈良地方法務局の局長に就任しました。齋田さんは人権や相続など法務局は人の一生に深く関わる業務を担当するので、県民に広く業務内容を知ってもらいたいと話しました。その中でも特に相続をめぐる争いを防ぐため、去年に始まった法務局で遺言書を保管する制度について、周知に力を入れぜひ活用してほしいと語りました。